ちゃん。ちょっとさ、今収録前でね、バタバタで撮ってて、もう iPhone で撮っちゃってるから、画角もね、画質も違うと思うんですけど、皆さんお許しください。せー、あ、ちょっともうソファーもさ、こんなぐちゃぐちゃなんだけど、ごめんね。ごめんね、ごめんね。見栄え悪くてごめんね。かわいい。ハロハロ、こんにちは、ゆんです。今日は、この挨拶もね、ご無沙汰ぶりなんですが、今日は皆さんにご報告がございます。もう担当直入に、パッと言います。この度、私、ユン氏は、こんなのが欲しいをすべて詰め込んだ最強のハンドジェル、リペイトを監修させていただくことが決まりました。まあ、SNS でね、先に知ってる方はたくさんいると思うんですけども、決まりましたというか、今日からずーっと水面下でね、温めてきたこのハンドジェルリペイントが発売開始になります。多分ね、私のつまらないお話より見せた方が早いと思うので出します。じゃじゃーん、こちら。じゃーん。可愛くないですか？これが私が作ったリペイントでございます。もう箱のデザインから、ジェルの色やら、シールのデザインやら、この文字のね、フォントだったりとかも、なんと中身の成分までね、決めさせていただいております。ほんとさ、ハンドジェルってお店とか、飲食店とかね、病院とか、絶対どこに入るにも、テレビ局にもあるぐらいだし、どこに入るにも、ボトルのね、ハンドジェルが置いてあったりするわけですよ。でも私ね、乾燥することが多くて、飲食店のバイト時代に洗い物ばっかりしてたからさ、もう乾燥するのよ、手が。乾燥しないハンドジェルが欲しいなと思って、保湿成分をたっぷり入れ込んであるので、乾燥しづらいんですよ。3色ともみんなの手元に届いてね、ゲットしてほしいなって思ったので、もう箱のデザインまで考えて、箱を作りました。3個セットで販売させていただきます。で、気になってる人は気になってた、リペイントの由来なんですけど、人生、ライフに少し彩りを加えるペイントという、こんなご時世だからこそね、そんな意味が込められたブランドとなっております。間にある Y はね、私のユンの Y だったりします。ちょっとね、愛がこもっちゃってね、自分要素をそこだけ入れちゃいました。許して。ということで、この動画の最後の最後にね、皆さんにもう一個重要なお知らせがあるので、よかったら最後まで1秒たりとも飛ばさず見てください。その前にたくさんユミリーからね、リクエストがあった撮影風景の様子を流したいと思います。どうぞ。はい、ということで、一つ目の撮影がこちらです。テベールインクっていうね、あの緑色のピスタチオみたいな可愛いカラーの撮影なんですけども、髪の毛はちょっと外羽でストレートな感じにしてもらっています。衣装もね、ほら可愛いの、この色味。ワンピース、私っぽいしね。ということで早速、撮っていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いいたします。はい、じゃあ始めさせていただきます。お願いします。はい、最初、私は一斉体から。はい。はい。いいですね。はい。はい。いいですね。はい。はい。カットです。はい。失礼します。耳についてる感じ。あと後ろで組んでるバージョンとか、前で組んでるバージョンとか、手上げてない感じ。そうですね。あった方が、はい、助かります。はい、お願いします。いいですね。はい、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 ワンカット目終わりました。ユンチャンネルでは恒例のあおにゃんです。今日もね、ゆんちゃんのヘアメイクを。そうなの、前の事務所からずっとお世話になってる。最近ではね、もう番宣のテレビとかでも呼ぶぐらいこちらこそ来てもらってます。次はね、ピンク系の撮影になるので可愛らしい感じにしてもらおうと思います。あおにゃん、よろしく。頑張る。ヘアチェンジ中にお弁当が来ました。美味しそう。見てみんな、これメシケロじゃない。私は照り焼き豆腐ハンバーグにしました。ご飯2種類あんだよ。栗乗ってるんだよ。ここが美味しそう。食べていきます。でも茶色のやつ、いただきます。うまっ。うまっ。美味しい。超ヘルシー、超柔らかい。女子に優しいチョイスですね。
でもモデルさんのことを考えてヘルシーなやつにしてくれてるけど、私はガッツリ系が好きですって言ったからね、ちゃんとガッツリ系にしてくれてる、優しい。はい、ということで2つ目の撮影こんな感じです。ピンク系の撮影なのでお洋服もピンクで、ここにリボンついてる。そしてなんと実はユンシ初のセンター分けとなっております。アオニャが可愛くしてくれました。それでは行ってまいります。あ、見てメイクもね、ピンクのキラキラ系でも目元がピンクで結構可愛い感じなので、リップは赤ブラウン系を使ってもらいました。正面っぽいの可愛い。正面、うん、もうすでにある。かわいい。正面、OK です。正面いっぱい。はい。はい、ではお願いいたします。お願いします。はい。はい。最近はあんまやってなかったですか？そうなんですよ。可愛い感じ。最近はあの雑誌のビスによく出させてもらってるんですけど、うん、結構アンニュイな感じというか、うん、クール系だからいつの間にかブリッコが消えてたみたい。消えかけてる。ブリッコがどうやってやってたっけ？ユンちゃんといえばブリッコ系 YouTuber だったのに。ありそう。かわいい。ありそう。民生外してるのも可愛かった。テーマアボカジすると今の感じです。そうですね。ピンクはテーマあざといです、皆さん。テーマあざといラストです。はい。じゃあ参ります。お願いします。お願いします。カメラマンさんの腕が素晴らしい。わあ、いい感じ、嬉しい。ピンクの撮影終わりました。それじゃあラスト、次イエローのねカラーの撮影をしていきたいと思います。お着替えいたします。ということで3つ目の撮影こんな感じです。黄色系なんでね、髪の毛をアップにしてお団子にしてみました。かわいい。ゴールドの金とピンクのがついてる。アオニャンのセンス。前髪もパッツンで薄い系でね、シースルー。メイクはオレンジ系。頑張ります。はい。スカートを選手ください。はい。アイナテストです。お願いします。はい。全然違うね。おお。すごい。後ろちょっと反乱だと落とさないと待っていい。はい。オッケー。前髪こんぐらいの衣装さんにしてますね。普段から。あ、普段から。こうセンターの部分上げてる、ね、そこ伸ばさなきゃだね。なんかピンで止めるかだけど難しいよ、加減がね。オッケー、はーい。もう一枚テストください、お願いします。はーい。あ、めっちゃいい。あ、元気。かわいい。確かに見たい、うん、楽しみ。3つ並んだのを見るのが楽しみ、ね、楽しみ。最初のスタート感いい。方向性バッチし、めちゃ元気感出てる。よかったです。よかった、ありがとうございます。そんな感じで引き続きお願いします。はい、では参ります。お願いします。お願いします。はい、そうですね。黄色くんと笑顔めちゃ
いい。ちょっとなんかレトロ感もあっていいですね。レトロ感確かに。なんか服と髪型と大正昭和感。ね、褒めてる。褒めてる褒めてる褒めてる。レトロレトロ。袖もなんかちょっと開くした感じがすごい。そう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 。可愛い。なんかマスクしてて可愛いですね。リンクしてる感じがすごい。めっちゃ可愛い。可愛い。やばい、マジ可愛いしか言ってない。本当に可愛いしか言ってない。最後にじゃあなんかやってる、はい、斜めの方。斜め。お願いします。いっぱい褒められて今日はよく眠れそうですね。はい、お待たせいたしました。お願いいたします。お願いします。はい、かわいい。あ、めっちゃいいです。かわいい。すごい感じ。ありがとうございます。一回テストです。テストじゃなかったです。楽しそう。めっちゃいいです。めっちゃかわいい。よろしいんじゃないでしょうか。はい。今これで撮影。はい、大丈夫です。はい、すみません。一日ありがとうございました。ありがとうございます。クランクアップです。クランクアップです。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか。イエーイ。すごい、私ね、ほんと撮影とかね、写真を撮られたりすることが好きで、作品によってね、ポーズとか表情とかも変えてみたりしたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、私がこだわってこだわって監修させていただいているハンドジェル、リペイントなんですけども、みんな気になってたお値段は3個セットで1632円となっております。結構ね、私のファンの方って学生の子が多いし、ほんとプチプラで抑えたくて、何度も工場の方とね、直接交渉して交渉して、値下げして値下げしてもらって、もうめちゃくちゃお願いして、なんとか手が届きやすいお値段に設定させていただきました。で、3個でこのお値段だから、1個あたりまあ500円ちょいだから、学生が多いユミリもね、買いやすいんじゃないかなと思います。時間がやばい。最後に大事なお知らせなんですけども、初回購入特典として今日9月15日から22日までの1週間、ご購入いただいた方、抽選で100名様に、ユンがね、この前のインスタライブで直筆で書いてた、あのサイン入りのポストカードをプレゼントいたします。こちら完全に限定品なので、よかったらね、お楽しみにしててください。もしこの100名にね、抽選で漏れてしまっても、ポストカードは全員につきますので、まあ、サインが入ってたら超ラッキーみたいな感じで思っていただけると嬉しいです。そしてさらに、もっとたくさんの人にね、リペイントを手に取ってもらいたいので、もう2つ工場の方にね、プレゼントキャンペーンしたいって、もっとみんなにチャンスがあるようにしたいということでお願いさせていただいて、特別に SNS の方でも、このリペイントの3個セットの箱入りのやつをさらに合計で200名様にプレゼントさせていただこうと思います。応募条件はこちら、 Twitter と Instagram のフォローとかリツイートとかいいねをしてくれたら抽選でね、誰にでもチャンスがあることなので、よかったら皆さんどしどし応募してみてください。このチャンスをね、活用していただけたらなと思います。ということで、たった今からね、概要欄でリペイントの公式サイトからハンドジェルが買えるようになっておりますので、よかったら皆さん見るだけでもね、本当にサイトもインスタもめちゃくちゃ可愛いから、見るだけでも見てみてください。それじゃあバイバイ、お疲れっしょん。時間なくてごめんね。